岡山県岡山市南区三島1500番地にある私立中高一貫校。男女共学。関西高等学校と姉妹校。校舎名田高校の教育システムを取り入れた姉妹校という触れ込みで学校法人関西学園が1982年に設立した。同学園の関西高等学校はスポーツ分野で著名校であったが、 進学面での成果を狙うために、岡山中学校、高等学校が新設された。当時の名田高校長が講演に訪れるなど、名田校との連携をアピールしていたが名田校と直接、関係はなかった。その後、名田校システムは、次第に、アピールされなくなる。開設当初の教育方針は、地、徳、体とされ、その後現在の教科方針に変更された。 男子校であった。全校生徒のうち3、4が寮生であり、寮生の増加に伴い学校北側の山を切り崩して、寮塔を増設した。寮塔の増設が間に合わず、市内あたり神殿の朝日塾幼稚園の建物を借りて、中学寮とし、罰送芸で対応していた時期もあった。開校時は、グランド、校舎、寮しかなかったが、その後体育館や、 テニスコート、購買部が整備される。1987年関西学園の創立100周年を記念して、寮の敷地の一角にチャイム塔が建設される。1988年、初の卒業生を送り出す。1994年に男女共学となる。当初は、東京から沖縄まで幅広い入学者があったが、 次第に、岡山県内居住者の割合が増え、それに伴い量は、段階的に縮小されて解体、または転用された。なお、現在は、東方面の生徒が多く、倉敷市異性からの通学者は少ない。教学過後に茶室などの設備が設けられた。2013年にはロビーに、イートンホールが誕生した。これは、現在高校1年生が、 修学旅行の際に訪れるイギリスのイートン校を模倣した形になっており、生徒たちの両校の交流を深める目的で建設された。2015年4月からは、それまでスクールバスが中小便しかなかったが、新たに水島便、北長瀬便を新設。2018年4月からは、新たにスクールバス、倉敷便、イーストライナー、ノースライナーを新設。 2019年からは、ウエストライナーを新設。路線バスは、岡電バス、下電バス共同運行路線があり、最寄りが汗入り。毎朝、7時50分に、岡山駅、バスターミナル5番発の本港への直行便がある。ありがとうございます。